さっき新幹線の話しましたけど、新幹線来るから何でも新しくなってね、何でもきれいにしましょうっていうのは世の常ですけどね。まあそれもそれもあって新しいものがあって、でも古いものは忘れてはいけないっていうので、僕が3年間お世話になりました富山高専ね。えお父さん誰ですか眠たいですか飲みすぎたんですか、その富山高専、僕は、北部高校で3年間、お世話になりました。りすけちゃんもねずっと下ですけど去年一昨年ですか卒業したのは。ありがとう。そういう歌です、僕の心の中ではまだ走っております。今ライトレールに変わりましたけど、でも素敵なチェーンになってくれないんで、それは構いませんですよ。でもこういうのもあったということを僕はやっぱ伝えていかなきゃいけない立場でありますんで、感謝をしながら3年間お世話になった富山高専というものを感謝しながら今でも歌ってます。小山さんとはね同級生で、あとで説明しますね。去年気にしてたんですけど、帽子どうですか、ね、似合ってます、ね、似合ってる、ね、似合ってる、似合ってます、似合ってます、似合ってます。じゃあちょっと時間もありますんで、早速参ります。ワン、ツー、スリー、フォー。富山高専は、富山高専は、新幹線よりもちょっと遅い。君に会いに行くのには各駅停車が羨ましい。電車の中を走ってみても、あんにゃアホかと言われるだけ。タバコ好きの この僕にゃ禁煙時間が羨しい。電車を降りてすぐからば、君に会うのがまた一つ遅れちゃう。懐かしい駅に参ります。富山駅、山口、下食い、越中高島、城ヶ原、蓮町、大広田、東岩瀬、競輪場、次は終点、岩瀬浜、浅草。一緒に富山高専は新幹線よりもちょっと遅い。もう一度、富山高専は新幹線も
ありがとうございます。出た。そんな値の高いもんだった。すごい。